ヨゼフ・ポール・ゲイマード、ジョセフ・ポール・ガイマールは、フランスの海軍軍医、博物学者である、サンザ・カリーで生まれた。医学を海軍軍医学校で学んで、軍医となった。ジャンルネコン・スタンクはと共に、1817年から、ルイド・フレシュネに率いられた、ウラニー号の探検公会と1826年からの、ジュール・デュモン・デュルビルに率いられた、アストラーベ号の探検公会に、 博物学者として参加した。アストラーベゴーの探検公開では、その後絶滅したと陰、タシュジアミクロレピスを発見した。これらの研究、1831年から1832年のロシア、プロシア、オーストリアのこれらの共同執筆者である。1835年から1836年のルシェル氏号による北極探検の学術部門のリーダーを務めた。 アイスランド、グリーンランド沿岸を航海し、科学的な目的の他に、数年前に北極海で行方不明になったジュールド・ブロスビルの探索も行った。この航海の記録は旧館のアイスランド、グリーンランドへの航海としてまとめられた。1838年から1840年にも、ルシェルシ号でラップランド、スピッツベルゲン島とフェロー諸島の探検航海を行った。 萌えびかのユラス・ゲイモルディー、エイチ・ミルュン・エドワーズや、スガメソコ・エビ科のビブリス・ゲイマー・ディ・クロイヤーに懸命、されている。ゲイマードは、植物の学名で命名者を示す場合に、ジョセフ・ポール・がイマールを示すのに使われる。ありがとうございます。